誰がなあ追いつけるかってなった時に、なんか自分じゃないかっていうのは正直僕も思ってましたし、僕がつけることによってこう頑張ろうなっていうのが伝統みたいなものができればいいなと思ったし、頑張る選手になりたいとか、そういう目標の中に頑張る7番を背負ってサッカーをしたいって言ってくれる子供たちが増えればいいなっていうのも思ってました。庄司に戻してキムヨンを逃がす、大分もすべてセカンドボールね開始されてますから、はい、厳しい状況ですね。この中で最終ラインここでシュート、自分で行く